皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はダライアスゴズミックリベレーションのファミ通紹介をしていきたいと思います。シリーズ初の 3D グラフィックで描かれる大作です。ボスもド迫力です。 3D で暴れまくります。これぞ 3D、 スピード感あふれるカメラワーク。本作は1997年にアーケードで稼働を始めた G ダライアスをフルハードディスク画質に対応させた家庭用移植版です。他のシリーズ作の敵対勢力とは異なるジーマとの戦いが描かれます。特徴は敵を味方にできるキャプチャーシステムです。これをキャプチャーボールを敵にヒットさせると敵機を直に追従する味方機にできます。そしてダライアスバーストに数々の要素を加えた決定版です。2009年発売のダライアスバーストはその後数々のハードに移植されて、今作はアーケード版のダライアスバーストをアナザークロニクルに新しい要素を追加した作品です。新しい武器バーストビームを駆使しましょう。一定時間極太ビームを発射し続けるバーストビームが使用可能です。強力ですが使用には専用のバーストゲージが必要になります。横長の画面サイズだったアーケード版がベースです。広大なフィールドを埋め尽くすように出現するボスは威圧感抜群です。敵機最接近中です。2019年に発売されたダライアスゴズミックコレクションには過去にアーケードや家庭用ゲーム機で発売されたシリーズタイトルを複数収録しています。特装版以外は現在も発売されているので、まだプレイしてないなら先にこちらから購入してみてはいかがでしょうか。開発状況は 50% で、前作リリース後 G ダライアスはとの問い合わせを多数にいただいたそうですね。何々バーストと合わせそれぞれパワーアップしてお届けするとのことです。まあそんな感じで今回はこの辺でダライアスゴズミックリベレーションのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。